ね、私は動画をちょっとね2本3本撮っておきたかったわけ、撮っておきたかったわけよ。で、まず Z バトルしようと思ったら Z バトルはもう終わってしまってたわけよ。で、ラディッツをドロップさせようと思ったら、私は下級戦士カテゴリーで行かなかったためにドロップしなかったわけよ。で、それやりすぎてもアクタがないわけよ。もう大悟さんもいいところ、もうどうしよう。じゃあさ、動画撮らなくてもいいんじゃないって思うでしょ。私なんとなくね、自分の中で目標として12月は毎日動画を上げようかななんて思ってんの。つってもね、これはきっと多分ね、私は守れないから、なんつうのかな、12月私は動画を毎日出しますみたいなことはしない。多分どっかで途切れる。早い段階で、多分今週中に途切れるかもしれん。だから今日撮っておきたかったの、何本か。あれしようか、ボックス、私のボックスを見るっていうのどう？まずこうしよう。まずドッカーフェス、これシングルで一回引こう。一回引いて、それでそっからボックス紹介をしよう。うん。録画よーし。本当にね。オッケーね。何もなかった。はい、はい。何もない。ボックス紹介とか最近全然してないけど、私ボックス紹介の仕方すごい下手だからな。見てもらうだけになると思う。はーい。アルチメット。ということで、私のボックス、見てもらいましょう。最近引いたの順じゃない、ないのか。まあ、いいか、最近引いたの順でいいか。こんな感じ。適当だわ。あのさ、これの使い道がね、いまいち、誰にぶっこんでいいかちょっと、わかんないよね。なんか最近さ、グルド大人気じゃん？メロさんのとこで大人気になってんのかな。なんか、よくグルドを耳にするよね。この人あれだよね。攻撃受けるとしばらく敵全体のデフをゼロにする。なんか良さそうだよね。良さそうだなと思ってね、ちょっとこの間出たから、取っておいてみた。今までなんか、ババアにくれてやってたんだけど、よく考えたらちょっとなんか取っとこうかなと思って、取っとくことにした。でね、これ持ってんだけどさ、ドッカン覚醒させちゃうとさ、前がどの姿だったかわかんなくない？わかんなくなって、どうしていいか、あれせえのか。修行でこれすれば、修行相手で出てくるのかな？あー、この人だ。あ、わかった。こうしてる人だ。そうだ。あんまり変わってないじゃんね、姿。なんで見失ったんだろう。でもそういうことあるよね。この人とかもさ、多分こっからまだ独感覚醒するでしょ？持ってると思うんだよね。あ、これもそうか。これも、違う！あ、全然足りてないね。足りてないんじゃないよ。私持ってんだよ。修行相手で出せばいいのか。この人かな？この人かな？あ、怖っ。修行相手に使っちゃったら怖いね。やめよう、これ。そう。まあ、でもこれ2個持ってるからさ。はぁ、そういうこと。もう何言ってんのか分かんなくなっちゃった。あれにしようか。属性順にしようか。ということで、私の早属性、即属性。即属性を見てくれ。今の私の状況ですわ。早属性。じゃあ即属性最近全然使ってない。もうフュージョンばっかり。フュージョンチームばっかりになっちゃってるからな。あ、でもあれ、この人ほら、Z バトルであれできるやつ。少しだけ持って、12枚だけ持ってたのかな？もうちょっとあったかな？わかんないや。うん。それでね、ちょっとだけね、このレベル、130までいけるようにしてある。あー、もっと勝ちたかったな。あれかな？ Z バトルって次の対象が変わって、もう一回始まるのかな？ね。勝てないけどね、どうせ。強すぎだよ。ちょっと考えてくれよ。ちょっと考えてくれよ。できないよ、あんなの。
これ私の技属性。うん、こんな感じよ。せっかくさザマス引いてさ必殺技も10にしたんだけどさ、使う機会がなかなかないんだよね。で、味方の長剣のアタック 10% ダウンでしょ？ってことは極チームで行かなきゃいけないってことでしょ？極チームいまいちなんだよな。でさ、Zバトルだっけ？ Z バトルか。もう何が何だか分かんなくなってきちゃった。そうそうそう。これで行くといいって聞いて。で、連れてってたんだけど、これもさ、私、ちゃんと作ってなかったんだよね。これもう一個あるでしょ？覚醒するでしょ？多分。ね。違うかな？ほら、するよね。足りないよね。足りない。足りてない。全然足りてない。こういうのがあだとなるよね。ちゃんとやっておかないから、ね。ダメなのよ。だからラディックスも多分やっておかないと、後でね、後悔する気がする。これもそう。もう、ドロップするのめんどくさくなっちゃって諦めたやつ、確か。こんな感じですわ。ベルス様とかウィス様とか最近全然使わないわ。なんかさ、彼らにもさ、ちょっとさ、日の目を見るさ、なんか、あれしてほしいよね、イベント。どういうこと？自分で言ってて何言ってんのか分かんなくなった。ニューが、あ、違う、今引いたやつか。ニューがついてるやつだとか言って。今シングルでバカみたいに引いちゃったやつだ。そうなんだよね、こんな感じ。もうね、同じやつとかあると思うんだけど、もう、何が何だか分かんなくなってさ、その、覚醒前の姿がどれか分かんないとかで。もう放置だよね。うん、こんな感じ。まあ、全部で350体持てるのか。で、349、今。で、地属性に入ります。こんな感じ。キットとか使ってない、全然使ってない。やっと引けたじゃねんば。これもね、まだ使ってないんだよね。使いたいよね。使いたいね。使ったらいいよね。スタメン入りしよう。ちょっとあんなに欲しかったのに今更出てきてもって感じだよね。地属性はあれかなあ。でもほら、地属性、チゴジータさんは、もうスタメンでだいぶ頑張ってるよね、毎日毎日。もう、なんだろう、フェスゲン、今新しいフェスゲンとか、まあそういうのしか使わなくなってきちゃうからね。あ！ちょっと待って、老化用新打者ってもうやってないよね。あ、やってない！終わっちゃってる！行こうと思って忘れてた。やばい、すごいもったいないことした気がするね、私。まあ、いっか。まい。そこは切り替えていこう。ないものは仕方がない。そうね、こんな感じ。もうドラーッと見て、ドラーッと。で、力。もうこっからね、ちょっとやばい、弱い。なんか、これっていうのがない気がする。そんなことないのか？あー、フォー悟空さんだ。でもね、フォーベジータの方が好き、私は。どっちかっていうと。あんまりね、彼は使ってないかも。スリーベジータとかも、あれか、解放してんのか。ねえ、フォーゴジータさんぐらいしかさ、ちょっとさ、あれじゃない？光る感じの人いないくない？いない気がしない？そんな感じじゃない？使ってないからまだレベル1とか。なんかね、ほら、育ててないやつとかも結構あるよね。ブロリーとか一体放置されてるしね。
もう力属性はこんな感じ。やばい。ちょっと弱いね。相当弱いね。当初から力属性ってあんまり強かったことないんだよね。あんまり、推しになったことがない。で、体属性。体属性っていうの？体属性でいい？いいよね。あ、これ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 。これもさ、ドロップするやつだっけ？確か。違うっけ？違うか。もうなんでかわかんなくなっちゃったな。でもこれも多分ね、覚醒させるやつだよね。ほら、させてない。持ってんのに、あ、そうだ。持ってるキャラ、キャラじゃない。持ってるから、ドロップさせて、レベル、必殺技レベルマックスになってからしようと思ったのかな？全然違うかな？ちょっとわからないや。うん。してないでずっと取ってある。もういいかな？させちゃおうかな。めんどくさいしね。マックスにした、使うかわかんないしな。これじゃない。うん。こんな感じだよね。まあまあ、ここだよね。彼だよね。この中でまあ一番の推し選手。選手じゃない、戦士。選手になっちゃうな。あとはね、大したあれじゃない。大した戦力じゃない気がする。うん。ほらね、もう、ボックス紹介の仕方がちょっとわからんちね。こんなよくわかんない感じになっちゃうのよ。よし！今日はこの辺で終わりにしよう。もうやることない。悪ともない。うん。悲しいね。悲しいよ。うん。ほな！